ほら、手止まってるよ。え？眠たいって？じゃあ、ここ終わったら膝枕してあげるから、もう少し頑張ろう。ね。願うずっと前からまっすぐ見ていたのよ。からかい上手の高木さん、深夜のミヤキュンラジオ。皆さんこんばんは、高木さん役の高橋理恵です。この番組は現在テレビアニメ第3期が放送中、今年初夏に劇場版も公開するからかい上手の高木さんの情報をニヤキュンしながらお届けしていくラジオ番組です。ニヤキュンラジオ第8回目の放送です。2月もあともう少しで終わりのタイミングになってきましたけれども、だんだん暖かくなりますかね。私個人的に静電気がすごい嫌で前髪がね右側に垂れてるんですけど、あそこがいつもなんか夕方過ぎてくるとピーってこう静電気でピヤーって顔にすごいへばりついてきてて、早く冬終わんないかなって正直なんか前髪で思ってるので、なんか高木ちゃんみたいに前髪こう真ん中パカーンで、あれ似合う人いたら静電気に強いよなって思ってました。あの髪型本当に素敵だよなって思いながら、自分ではなかなかできないなって思っちゃいます。はい、そんな静電気とお別れしたい、春が近づいてきておりますかね、そんな時期です。番組宛てのメールはからかいアットマークbayfm.co.jp まで、そして実況など SNS のハッシュタグはシャープニアラジでお願いいたします。後から聞いている人などもぜひぜひハッシュタグニアラジ応援よろしくお願いします。そしてオープニング前にお届けした一言はニヤキュン上手の高橋さんというミニコーナーでございます。今回はラジオネームからかわれたいなすびさんからの投稿でした。なすびさんは膝枕好きなんだこのセリフの場面設定は年上の幼馴染に勉強を教えてもらっているところというご指定をいただきました。なのでこの高木さんみたいな人は年上なんですって。で、なすびさんが年下なんですってね。で、膝枕してあげるからもう少し頑張ろうねって。確かにこのラジオ聞いてる時間帯ってちょっと踏ん張んなきゃいけないこととか多い時間帯かもですもんね。もうちょいだけ勉強しようとか、もうちょいだけなんかしようみたいな、そういう時間帯で、え、でも膝枕してあげ、うわ、膝枕ってさみんな好きだよね。なんで太もも、太ももが好きなんか、何がいいの、いい匂いがするの。え、膝枕って結構、まあ、ロマンいっぱい詰まってるし、下から覗き上げることがないからか、女の子のことをなかなか基本ね、なんか同じ目線だったりとか、ちょっと上目遣いしてもらったりとか、そういう目線が多い中で下から見上げるって激レアか。へえ、ちょっとお好きな方いたらハッシュタグニアラジで僕はなぜ膝枕が好きなのか教えてください。私が興味があります。もうぜひ恥ずかしげもなく書いてくださいはい、こんな感じで毎回番組の冒頭でリスナーのみんなをニヤキュンさせちゃう一言をお届けしていきますので、ぜひ私に言ってほしいニヤキュンセリフをお送りください。それではそろそろ参りましょう。からかい上手の高木さん、深夜のニヤキュンラジオ、今夜も私と一緒にニヤキュンしようね。からかい上手の高木さん、深夜のニヤキュンラジオ、ベイ FM からお送りしています。からかい上手の高木さん、深夜のニヤキュンラジオ、改めまして高木さん役の高橋理恵です。さあさあ、最近の私はね、さっきもお話ししたように静電気と戦っております。すごい大変ですよね。なんか夏とかになるとなんか髪の毛が逆に油分になったりとか、こうそういうの時にね、こうポン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 する、なんかちょっとドライシャンプーっていうのかな、なんかふわふわに髪の毛が立ち上がるグッズが売ってて、それとか使ってなんとかやってるんですけど、なんかね、その可愛い女の子の秘訣
って美神なんじゃないかみたいなところに今ちょっとたどり着いてて、髪のにょって言っちゃった、髪のお手入れを頑張りたいと思ってるんですよ。髪のお手入れだったり、あとお肌が綺麗っていうところとか、なんかこうささくれ立ってないとか指がねとか、そういった本当に自分が頑張ったことでなんか綺麗になれそうな部分とかをちょっとずつ丁寧にやっていく、そんななんか気使ってますみたいな感じやっていきたいなって私思ったの。だって絶対さ、高木さんもさ髪綺麗じゃん、で多分ささくれとかなさそうじゃない、高木さんってないと思う、私見たことないもん高木さんのささくれとか、そんな感じなので、うん、そのとこでね毎回お仕事とかもちょっとこう1時間働いてとか 2,3 時間働いて次の現場に移動みたいなこと続くんですけど、ちょっとパッとお手洗い入って前髪溶かしてみたりとか、ちょ頑張ってますよ。きっと高木ちゃんもさ、授業の合間とかさお手洗いでさ髪溶かしたりしてんのかな、あれって綺麗だよね。高木さんが西方の前に現れる時にいつもサラサラなのって企業努力なのかもしれない。いつもありがとう高木さん。はい、そんなわけでまずは、高木さんの7話を皆さんと一緒に振り返っていきたいと思います。第7話では散歩、忘れ物、サンタさん、編み物の4つのエピソードが放送されました。皆様ご覧いただきましたか。今回の散歩というエピソードはワンちゃんと散歩をするというところだったんですけど、まあ文化祭の後っていうこともあって急に日常会が来て、おそらくびっくりした方もね、あ、そう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 、そういえば日常ってこんな感じだったよねみたいな、なんか特別な会があった後だからこそ私逆に新鮮で、でもねキーポイントとなる言葉とかがやっぱり文化祭の後を感じるというか、もうそれは忘れ物のエピソードでよく出てた学校にカップルが増えてるみたいなとか、そういった部分とか、あと編み物で触ったよねって普通にこここうしてこうしてみたいな、高木ちゃんドキドキしてるでしょうけど、今回はその高木さんのほっぺとかが赤くなることもなく、なんともナチュラルにお触りになられまして、これは文化祭のステージでもう抱きついたからいけちゃったのかみたいな、なんかちょっと成長を感じまして、今回の日常の中に潜む特別が私はもうすごいグッときておりました。はい、でそんな中でね、私が好きだったのは散歩のエピソードで西方の高音ふわーみたいな犬のさリード持てて喜ぶ西方があんまりにも可愛くて、これは高木さん西方のこと好きになっちゃうの分かるって思った方多かったのではないでしょうか。こんな犬の散歩してさ、こんなに喜んでくれて、こんなにまっすぐにさなんかワシャワシャワシャって愛情を注いでくれる姿を見て、なんかもうさ未来しか見えないよね、この人ずっと一緒にいたいと思うもん。とても素敵でした。なんか西方に惚れるエピソードだったなって思ってます。はい、まあそんなところで今回もたくさんメールが届きました。ありがとうございます。はい、じゃあちょっとリスナーさんからのお便りご紹介します。ラジオネーム周平さんからいただきました。ありがとうございます。第7話見ました。編み物では始めたばかりで遅いと言っていたのに素早く編み始めたので高木さんの器用さに感服してしまいました。一方西方は高木さんに手を触れられてかなりドキドキしていましたね。2期で2人は何度か手をつないでいましたが、触れられただけでここまで動揺していたので文化祭を経て心境の変化があったのかなと感じました。だよね。また誰へのプレゼントか気になっていた西方ですが、いつか高木さんから編み物をもらえる日が来るのかなと思いニヤニヤしてしまいました。というサイズの編み物を西方がつけるとなるとだいぶどこにつけようみたいな感じだけど、まさかのねワンちゃんのね15歳の年上の男の子あそこ翻弄するのが本当に私も高木さんやりながらすごい楽しかったですし、いやこれはちょっと西方かわいそうだよって思いながらも、なんかもう表情がみるみる変わっていくのがもうあまりにもなんか可愛くて言っちゃう気持ちちょっとわかりましたね。うん、はい。そしてですね編み物の作画ですよね。
すごくない？めちゃくちゃ動いてましたね。編み物私もやったことあるんですけど、本当にあのそうそうそういえばそういう感じだったみたいな感じで、多分あの実際にその編んだこの編み方何編みとかいろいろ作画の皆さんも調べてきっと編んでくれてたのかなってくらいに、編み物をアニメで見るのすごいなんかちょっと感動しちゃって、すごい作画チームのこだわりを感じました。ありがとうございます。高木さん何でもできるなって思わされたのもあのやっぱ作画の力のおかげだと思います。そして続きましてミスターレイニーさんからいただきました。ありがとうございます。第7話見ました。一緒に犬の散歩に行って、一緒に学校に戻って、編み物をレクチャーしてされて、どうしてこの2人は付き合っていないのでしょう。いよいよ不思議になってきました。ゆかりちゃんみたいな感じよね。ここのところクリティカル続きだったので、久しぶりにずっと高木さんが西方をからかい続ける回でしたね。それでも最初から比べて確実に変化している2人の距離、そして伏線のようなセリフとアイテムは今回もたくさん出てきましたね。編み物、マフラー、サンタさん、この後どうなっていくのでしょう、楽しみです、ということでね。そうなの、あのこれねめちゃくちゃ気づいた人少数なんじゃないかなって思うんですけど、今回エンディングテーマジョイフル歌わせていただいたじゃないですか。で、提供の部分で若干ねジョイフルのあのオフボーカルのD メロニークら辺の音が使われてるんですけど、ジャ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 のところにとある音が入ってるんですよ。それがとある季節を感じさせる楽器が使われていて、これそのフルだったり配信で聞いていただくと、あれこのジョイフルってこんなアレンジだったっけって思わされる楽器が入ってるんですよ。でそれがね私的にはこれからの季節を予感させるすごくいい楽器だなと思っていて、高木さんの本当に第7話らしいアレンジになっているんじゃないかななんて思っているので、ぜひねフルで聴いてそのアレンジに気づいていただきたいと感じておりますので、超おすすめです。はい、着眼点すごくいいですよ。はい、ということでもう一度見たいという方は D アニメストア、ネットフリックスほか各種配信サイトにて見逃し配信をしていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。それではここで一曲お送りしましょう。絶賛配信中アニメからかい上手の高木さんさん第6話エンディングテーマ、高木さん CV 高橋理恵で学園天国。 Are you ready?「みんなライバルさ」
からかい上手の高木さん、深夜のミヤキュンラジオ、ベイ FM からお送りしています。からかい上手の高木さん、深夜のニヤキュンラジオ、高木さん役の高橋理恵です。それではここからはこんなコーナーをお送りしましょう。うまく言えなくて。アニメからかい上手の高木さんで素直な気持ちをなかなか伝えられない高木さんと西方、このコーナーでは同じように普段リスナーさんが思っていてもなかなか素直で言えない大好きの言葉、ありがとうの言葉を私が代わりに代読して伝えてあげるコーナーです。はい、じゃあ今日はどういうテーマでね来てるんでしょうか。ペンネームクーさんからいただきました。ありがとうございます。高橋さんこんばんは。こんばんは。いつも高木さん楽しみにリアルタイムで見てます。ありがとう。ラジオもありがとうね。私は今大学で医学の勉強を頑張っていて、忙しい合間のオアシスのような存在です。私には入学以来4年間好きな女性がいるのですが、その人は今遠くにいる人で、初期研修が終わり救急医を目指しています。受験時代から私を応援してくれたり、救急医という大変な仕事でも頑張っている彼女が大好きです。なかなかお互い忙しく会う時間もないので、1年に数回しか会えないのですが、頑張っている彼女に応援メッセージをお願いします。では参ります。受験時代からずっと応援してくれてありがとう。救急医を目指すと聞いてびっくりしました。遠くにいてなかなか会えないけど、めちゃくちゃ応援してます。頑張ってね。はい、ということで届いたらいいな、救急医。そしてクーさんは医学のお勉強、今大学ということで、きっと2人がね、なんかこれから先いろんな人の力になっていく、そんな瞬間に私もちょっと立ち会えたことが嬉しいですし、なんか誰かを助ける人の助けになれる作品がまさか高木さんだったらね、ちょっと嬉しいななんて思ってたりもします。ありがとうございます。では続きまして、ラジオネームもちもちわらびもちさんからいただきました。ありがとうございます。職場の先輩へ。教育係として社会人1年目の私を育ててくれてありがとうございました。右も左もわからなくて叱られることもあったけど、優しく教えてもらいました。私が相談したいことがあるので飲みに行きませんかと言ったら、快く応じてくれたのが嬉しかったです。世の中が落ち着いたらまた飲みに行きましょう、という。いいねいいね、本当に優しい先輩だね。なんか教育係っていうのって自分から立候補するところもあればさ、なんかもう上から言われてなるみたいなあのこともあるだろうに、そのこっちからも相談したいことがあるっていうものに答えてくれるってめちゃくちゃいいよね。私もすごいさ、先輩にさ相談があるので、なんかちょっと付き合ってもらえませんかってすっごいたくさん何度もあのそういうところで乗り越えさせてもらったこといっぱいあるので、本当に素敵よね。本当に先輩素敵だよね。そういう先輩になりたいって私も思う。本当にかっこいい、気持ちわかる。ありがとうございます。続きまして、ラジオネームはるさんからいただきました。ありがとうございます。中学3年生の受験生です。今好きな人に言いたいことを高橋さんに代弁してほしいです。つい最近自分にとって恥ずかしい出来事が起きた時、好きな人に顔赤いよなんて言われちゃいました。そんな好きな人へ。反則だよ、もっと好きになっちゃうじゃん。これはもう好きだよ好きだよ、でも好きがもっと好きになっちゃう、もうやめてよってなっちゃうね、もうバカバカもう好きなんだからそれ以上好きにさせないでよみたいな楽しいね、最高だね、ありがとう。なんか私もニヤニヤしてきちゃったはい、これからどんな言葉をまた言われてしまうのか私も楽しみにしてます。ということで、このコーナーへ送るメールには誰に向けたメッセージなのかと、その人に伝えたい言葉をメールの本文に書いて送ってきてください。私高橋理恵が皆さんに代わってうまく言えないその気持ちをお伝えしていきます。以上、うまく言えなくてのコーナーでした。Catch your motion. ニヤキュンラジオ on Bay FM 78。からかい上手の高木さん、深夜のニヤキュンラジオ。ここで
からかい上手の高木さんに関するお知らせです。ラジオを聞いているあなただけに教えちゃうので、よーく耳を澄まして聞き逃さないでくださいね。テレビアニメからかい上手の高木さん3話、毎週金曜日 MBS、TBS 系、全国28局ネット、スーパーアニメイズム枠にて放送中。劇場版からかい上手の高木さんは今年初夏に公開、楽しみにしていてね。原作コミックスからかい上手の高木さん1巻から17巻と、からかい上手の元高木さん1巻から15巻、恋に恋するゆかりちゃん全5巻は好評発売中。それから2022年春に東方ゲームスより配信されるスマホゲームからかい上手の高木さんキュンキュンレコーズは事前登録受付中だよ。登録してみてね。今日のお知らせはここまで。以上、こっそりインフォメーションのコーナーでした。AFM からお送りしてまいりましたからかい上手の高木さん深夜のニヤキュンラジオ、あっという間にエンディングのお時間です。聞いていただいているのは現在好評配信中、からかい上手の高木さん3第7話のエンディングテーマ、高木さん CV 高橋理恵でジョイフルです。ジョイフルはなんかこうどうしてジョイフルなんだろうって私はちょっと撮る時に思ってたんですけど、今回の話数を見てみて、あの楽しいんだからかうのがってすごくシンプルに思いました。なんかあの君の声を聞かせてっていうフレーズもそうなんですけど、あのフレーズの回収がその今回のエピソードの中にあの言って伝わるみたいな言葉あったじゃないですか。あ、どこのエピソードだったかな、なんかあのじゃあメールで送るよ、直接は伝えにくいしとか、なんか私にはあるけどな理由とか、あとね、あ、言葉じゃ伝えにくいなとか、なんかそういうなんか高木さんの中に隠れている、いや隠してないけどあんまり、そういったなんかこう伝えたいしたいみたいな、そうたいたいたいがいっぱい詰まってるって思って、私的には本当にね、どこの歌詞もなんかすごく高木さんらしいなって思っちゃったので、もうぜひ今回の話数と照らし合わせて、もう歌詞のいろんなところをうわぽいぽいぽいってみんな感じていただけたら嬉しいななんて思っちゃいました。というところで番組ではリスナーさんからのメールを募集しております。アドレスはすべて小文字でからかいアットマークbayfm.co.jp まで、そして実況など SNS のハッシュタグはシャープにやらじでお願いします。さらに bayfm のウェブサイトでは放送終了後のアフタートークをポッドキャストでこの後25時から配信します。こちらもぜひチェックしてみてください。というわけでお送りしてまいりましたけれども、今回は第7話をご紹介させていただいたので、アフタートークの方で第6話だったりのメールをご紹介できればなと思ってますので、ぜひそちらもしっかり聞いてくださいませ。それではお別れのお時間です。からかい上手の高木さん深夜のニヤキュンラジオ、ここまでのお相手は高木さん役の高橋理恵でした。また来週。からかい上手の高木さん深夜のニヤキュンラジオ、もうちょっと喋りたいな。皆さんこんばんは、高木さん役の高橋理恵です。ここでは毎回からかい上手の高木さん深夜のニヤキュンラジオの収録直後のアフタートークをお送りしております。ということで今回は第7話のお話をしてました。日常会だけど日常じゃないよねって話なんか原作のエピソードの抜粋が多かったのもあって、結構ね毎話例えばその A パート B パート C パート D パートごとになんか一個決めのセリフというか攻めのセリフがあったりして、とにかくからかわれたなっていう感じがすごいのですよ今回の話数はね。はい、そんな感じでした。私の感想です。では第6話からいただいております。ラジオネームハッターさんです。ありがとうございます。リエリーこんばんは。こんばんは。第6話見ました。田辺先生と同じく泣きそうになりながら感想を書いてます。うんうんってやつね今回はラジオでリエリーが話していた通り構成の素晴らしさに感動してしまいました。まさか一期から続いているカバーソングの高木さんがカラオケで歌っているという伏線がここに来て回収されるとは。
文化祭の打ち上げでカラオケに行き、そのままエンディングのカバーソングにつなげるなんて本当うまいなと思いました。私も思った。短編集のような原作を2人の距離がどんどん縮まるようまとめ、アニメオリジナルのエピソードもそれに沿うように混ぜるなんて、まさに制作陣の作品愛が感じられる神回でした、という。そうなんですよ、これはあのオリジナルだろうなって思いながらも、うわあ、あここから原作だみたいな、すごいんだよ、本当にびっくりだよ。もうね、本当になんか構成すごいし、構成とあとこうセリフのなんか尺感とかもさ、一期の頃に比べたらちょっとテンポ良くなってるっていうのも多分意図的だし、そういったなんだろうな、各パートが本当にね、なんどうしてこんなに連携うまくいってんだろうって思っちゃいますもん。すごい、本当に神回ってこういう感じで、なんか神回誕生の瞬間に立ち会えて私は嬉しかったです。なんか全部のパートが本当に神だった、うん、感想こんなになっちゃいますよね。みんなすごいな。はい、続きましてアプリコさんからいただきました。ありがとうございます。6話拝見しました。ありがとうございます。文化祭の雰囲気に当てられてなのか、真野さん中井くんペアや北条さん浜口くんペアの会話もどこか甘酸っぱくて終始にやけていました。高木さん西方も例外ではなく、屋上の呼び出しにドキドキしたり、劇中に袖で目が合ったり、極めつけは2人が出会ったあの春の日からのアドリブですよ。本当に幸せになってくれって感情しか出てきませんでした。最終回かと勘違いするクオリティでしたが、まだまだ折り返しなので、これからも高木さんのからかいを全力で見届けたいと思います。ちなみにお祭り大好き女のリエリーはどこがクリティカルでしたか。いや、うわもうね、全部なんですけど、まあ前回話した通りラララララララから始まるラの、もういつもと違う日常もやばかったんですけど、あの北条さん浜口くんペアの、まあ、浜口くんがなぜ隠したかっていうのが分かった瞬間、もう本当にね、幸せだって感じじゃない、もう幸せで幸せで、なんて言うんだろうな、あの本当に北条さんと同じようにほっとしたし、バカねって思っちゃったし、でもなんかあの今回いろんなペアがあったからこそ、高木さん西方たちのその2人ならではの空気感みたいなものも味わいましたし、お祭り的に言うのであれば、そうだな、やっぱ袖ってドキドキするんですよ。劇中の袖でさ、少し薄暗くて、であのそこのクラスのメンバーしか入ることが許されてなかったりとか、もう見知ったもう一面っていうの、ほら同じものを一緒に作り上げてる仲間しかいないわけで、でそんな袖で静かにしなきゃいけなくて、でコソコソしながら次のことをみんな一生懸命考えて、この作品を成功させよう成功させようみたいな、私袖って大好きなの。これわかる、わかるかな、袖萌えっていうやつっていう中で袖で目があったはやばいから、本当に神ですか、これを考えた人は神ですかっていうね、もうクリティカルでした。私はもう袖出されたらもうそんなんダメって、はいってぐらいやばかったです。はい、もうちょいご紹介できます。はい、ラジオネームスージーさんからいただきました。ありがとうございます。高橋さんこんばんは。こんばんは。6話見ました。最高すぎました。ですよね。前編オリジナルの文化祭ということで、クラスメイト大活躍の過去一ワイワイした話だったと思います。屋上への呼び出しや北条さん浜口カップルのやり取りなど、感想は山のようにありますが、やはり演劇のクライマックスは外せませんね。豚の王子様が木村から西方に変わるところ、きっと木村さんならやってくれると信じていましたみんな木村がさ、なんかちょっとハッシュタグちょっと読んでたんだけどさ、木村がわざと腹壊してくれたとかさ、深読みしてる人もいて、あ確かにその線も、いや木村さんならやってくれるって思っちゃうなって全然私公式で確認したわけじゃないけど、木村さんってちょっとね、木村さんめーってなっちゃうよね、そして高木姫の危機を救う西方王子からの高木さんの2人が出会ったあの春の日からというセリフ、高木さんはあの春の日からずっと王子様を待っていたのかなとか思うと涙が止まりませんでした。本当に最終回並みのクオリティでした。この先高木さんと西方がどうなるのか楽しみで仕方がありません。ということで、私もね、この最初自分だけでアニメを見ていた時は、この2人が出会ったあの春の日からっていう春ってやっぱりこう
栗っていうさ最初の登場シーンがあったじゃない、栗があのポコポコ落ちてくる、だから絶対秋だと思ってたんだけど、このさ高木さんのオープニングのさまっすぐでさ目が合うずっと前からってさ、待って待って待って、春だったんかってちょっと思っちゃったの。このお姫様と王子様に関しても王子様的には秋かもしれないけど、あのお姫様的にはもしかしたら栗の季節よりも前にああいうことあったのかなって、シナリオにも奥行きがちょっと私あるなと思ったの。だからあの出会った春の日からっていうのを高木さんと西方の関係値だけにこう落とし込むっていうのもいいけど、お姫様たちもそうなのではって思うと、なんか3倍にも美味しいというか2倍3倍4倍美味しいなってすごく思ってしまったのでした。っていうね感想を言ってる人がいて、ちょっと私は感動して紹介させてもらっちゃいました。ありがとうございます。というわけで今回は以上です。アフタートークでは、ニヤキュンボックスに入れてほしい質問メールも募集しております。それでは次回の放送もお楽しみに。高橋理恵でした。